どうも、霊夢です。今回はちょっと思いついたことがあって、動画として出すことになったの。まあ、動画のタイトルやサムネイルから見てわかるんだけど、ちょっとした企画動画よ。ふふ、この前の雑談といい、たまにはこういう動画を出すのも息抜き程度でいいかなと思ったから。あ、背景が真っ暗なままなのは許してね。別に似合う背景素材がなかったとかじゃないから。黒い色も好きよ。私の髪型も見方によっては黒だし。ふふ、で、さっき言った通り今回の動画は企画のうちの一つなんだけど、バックグラウンドミュージック。つまりは BGM というもの、今も楽しくて爽やかな曲が流れているんだけど、動画の背景に流れる音楽って意外と気になったり、なんだかワクワクしてくるようなことが多いわよね。当チャンネルの動画でもよりすぐりの BGM を毎度選曲しているわ。今回の動画はすでにアップロードされている一つの動画を再編集したんだけど、その動画は BGM だけが場違いかつ絶対そこはそんな BGM じゃないって感じにしてみたの。シリアスな場面にコミカルな音楽が流れてくるって感じよ。使用しているものはフリー BGM というもの。インターネットで公開されているものね。一部は有償で、無償で公開されているフリーの BGM を当チャンネルでは結構使っているわ。私が色々と BGM を変えてみたんだけど、よかったら最後まで見てほしいな。元になった動画は今年の2月に投稿された動画なのよ。では、ゆっくりしていってちょうだいね。僕は彼女の体の一部を食べろと言われた上に無理やり、それ、を食べさせられていた。彼女の体の一部を僕の中に入れるだけでいいらしい。しかし、そんな下手者でとても食べるようなものじゃないものを食べるだなんて嫌すぎるし、罰ゲームってレベルじゃないだろう。そんな彼女はグイグイと食い込む感じで、僕に向かってそんなものを口に近づけてくれる。ふふ、どうだい、美味しいでしょ。ダメよ、また戻そうだなんておかしいから。ちゃんと心ゆくまで味わってゲップよ。僕は無理難題を押し付けられているかのよう。このようなものを飲み込んだら、ショックで倒れてしまうかもしれない。しかし吐き戻すなんて到底できやしない。でも彼女は自ら切断したワズの手の部分を次々と皿に持っている。そしてそれを僕に食べさせようとしてくる。ダメだ。こんなものは食べ物じゃない。こんなのを食べたら、今後一生、こんなものを食べていくことしかできなくなってしまうかも。かといって、まして人を食べるだなんてありえないことだ。カニバリズムな類であるし、食べるつもりもない。それに彼女の行動は異常だ。僕はなんとかうんとか言わせようと体を動かし、縄を外した。よし、これで逃げられる。ああ。何やっているのよ。逃げるなんて聞いてない。戻ってきて。そうやって逃げるだなんておかしい。戻ってきなさい。部屋中に彼女の叫び声がこだましていた。しかし、僕は殺人鬼と狭い部屋に一緒にされた気分。そして僕は捕らえられた哀れな実験体。逃げ出した後、その後の事件性の足取りは不明。都内でのニュースにもなっておらず、これといって報道などされなかった。人間がやったことではないためなのか未解決のうちに当てはまった。そしてそれからは穏やかな時間が流れた。もう誰にも付きまとわれることもなくなり、それ以前の状態に何もかもが元に戻った感じ。僕は社長として会社を引っ張りつつ、一生懸命に励んでいた。本来ならばこんなに出張が多いと逆に疑われてしまうかもしれないな。人一倍せっせと働いている社員を横目に見て、少しの間にお茶を注いでいた。ああ、実に内容はええかも。でもこれで、もうあんな体験は二度とするはずもない。ああいうのが本当の悪夢だ。何故僕がそんな目に遭わなければいけないのかはわからないが、不遇であるのだ。そんなある日を境に僕を応援してくる女性が現れた。そう、彼女は、小鈴、と名乗る女の子。当然、知り合いでもないし、身内の一人でもない。全く知らない人だった。でも僕は一応この辺りではそこそこ知られているのかして、もしかしたら、知られていたのかもしれない。そんな彼女は初対面であってもニコニコ笑顔で常に元気いっぱいで、はつらつな表情を見せていた。どこか明るく笑顔が良い印象だった。ふう、まあ知っているならそんなこっちから怪しむ必要ないか。変に特定するような証拠も出回っているよりか、雑誌などに取り上げられているか、顔を覚えられているかもな。でも絶えないほどの満面の笑顔はいいもんだなぁ。こんにちは、社長さん。今日も頑張ってくださいね。それと私とも一緒にお話ししてくださいよ。昨日はあんなにたくさんの資料を一つずつ、部下と協力していたと聞きましたよ。それにしてはすごく仕事熱心なんですね。私もあんな仕事をするのでしたら、ぜひあなたのような人に指示されてみたいな。お仕事するのも楽しくて苦労しますね。機械。
ですか、その距離の感じが、私はそんなことないかと。何かの気のせいじゃないですか。それに近いなんて、私としては。それでいいんですよ。少しでも社長さんと仲良くできたらいいし。あ、社長さん。何か SNS とかやっていますか？よろしければ連絡先も交換しましょう。これでいつでも連絡できるね。社長さんの携帯もかっこいいなぁ。と、こんな感じで彼女と他愛もない日常を過ごしていただろう。あの恐怖の体験からすでに何ヶ月か過ぎていたと思う。それにしてもあの経験はインパクトが大きいので未だにあの光景が時々脳裏で映し出される。その時に限っては僕は何かに抵抗し続け、夢の中で歯を食いしばっていたんだろう。それでも悪夢に変わらず、見るたびにその夢はトラウマを植え付けようとしていたんだろうね。今となっては真相は闇の中だからわからないけど、あのままあんなものを食べていたらで、本当にどうなっていたか想像もつかない。わけさ、彼女とは着々と親密な関係となりつつあり、小鈴さんからも僕を気にかけていた。はい、もしもし。こんにちは。今日は、来てないんですか？私はお待ちしていたんですけど。ああ、ごめん。ちょっと昨日、代謝が遅くてね。それに部下たちと一緒に仕事していたからビジネスホテルで泊まっていてね。でも今日は会社はお休みなんだ。だから君もゆっくりしていいよ。そんな、あなたに会うために待っていたんですよ。せめて来ることはできないんですか？それに本当にビジネスホテルなんですか？ホテルと聞きますと、ちょっと気になります。それにあなたに何かあったらで心配なので。もう君は心配性だな。後で写真を送るからそれで納得してごらんよ。別に僕一人でそんなところで泊まるわけがないだろう。まあ、今日は悪いけど、ゆっくりさせてもらうよ。だから明日、また会おう。あ、待ってくださいよ。せめてそのビジネスホテルがどのあたりにあるかぐらい教えてください。聞こえていますか？聞こえていますか？返事して。どうしてビジネスホテルの場所を聞いてくるんだろう。僕は終電を逃したついでに泊まっている。それに今日はこのままゆったりと過ごす予定。さすがに僕を思いすぎなのかな。そんなにお話ししないと彼女の気が済まないのかな。何だったのかはよくわからなかったが、それからは普通に過ごしていた。僕も彼女も、会えない日が多かったが、連絡を取り合うことは欠かさずに続けていた。どうやら彼女は毎日、あの場所で僕を待っているようだが、仕事が忙しくなることを告げて無理やり納得させていた。あなたに当分会えないね。なんて言われた時はもう耐えられませんでしたよ。でもあなたは私を信じて連絡してくれるんですよね。そのつもりで少しでも私に近づいてくださいよ。私はあなたとのデートが楽しみなんですよ。あなたが私のために計画していてくれたんですね。彼女と時間を過ごしたい、からデートを計画していた。そうだ、この週の休日はゆったりとデートで過ごしたかったからだ。電話越しでは、なんだか彼女は涙目な感じで僕のことを待っている。なんだかそんな姿が垣間見えるのだ。お待ちしていました。あなたが来るまでここで楽しみにしていたんですよ。私はあなたとのデートをすごく心待ちでした。そのために、あなたとデートできるなんてすごく嬉しい限りです。ぜひとも最後までお付き合いください。そしたらで。その前にお話ししたいことがあります。どうして、私という彼女がいながら、会社で、女とお話をされているんですか？おかしくないですか？彼女は怒っているような表情を見せ、僕に聞いてきた。でも会社には女性社員はいるし、僕もそんな恋愛的に接しているわけではない。違うよ、別にそんな関係とか、恋愛的に接してはないし、ただの会社での付き合いさ。いざデート日より、の開幕がずっしりとした重い空気で始まった。しかしどうしてそのようなことを知っていたのかが不思議だった。誰かに聞いたのか。あら、そうなんですか。ですが時と場合によっては、私のあなたを気安くもてあそぶ女ですよね。あなたをけなすのかもしれません。関わっちゃいけませんよ。それに私のあなたに気安く声をかけるだなんてとんでもないですよね。嫌ですよね。大丈夫、あなたには私がいるんですもの。ずっと一緒にいるほどの私たちの仲良さと愛は強いものですよ。でもそうやってあなたを陥れようとする女はおかしなものですね。そんなことをしても無駄には決まっているのにね。でもあなたはそんな女と関わるなんてありえないものですよ。大丈夫です。私が何とかしてあげないと。待ってくれ。なあデートをしよう。そんな不気味なことを言わないでくれよ。そうですね。でもあなたには不要なその女を何とかしないとね。あなたは操られているのですよ。私が救いの手を差し伸べてあげますから。私の理性を壊すなんておかしいですからね。待ってくれ。付き合ってもないし、ただの会社付き合い。そんなのただの言い訳ですよ。あなたまであの女をかばう気なんですか？会社付き合いでも浮気は浮気、あの女と接するなんてもってのほかですよ。ですから、あなたは私だけで十分ですよ。
さあ、デートをしましょう。あの女のことは何もかも忘れて。そう言い切る彼女を見て確信した。彼女は徐々に本性を表してきたのだ。このままで、よかったのか。少しずつ、彼女の雲隠れしている本性が完全として見えてしまうのだろうか。